今回はアジアロードレースのアンダーボーンはフルコースになったということで、僕はとてもこのコースは好きでいつも走っているからとても有利だと思います。だけどこの外人たちにとってはとても大変だと思うんで、晴れたら多分いいバトルになると思うんで、もうちょっとこう天気が良くなっていいバトルできるようにしたいです。今日はとても雨が降っていて、そこまで、みんながタイムは上がらなかったけど、僕はこのコースをいつも走っているから、このコースもあんまり滑らないコースっていうのを知っているから、タイムが出てとても良かったです。